ケロッグは、アメリカ合衆国ミシガン州南部に位置するバトルクリークに本社を置く、シリアル食品や菓子、加工食品の製造を行う企業1906年2月19日、バトルクリーク出身の兄弟、ウィルキース・ケロッグとジョン・ハーベー・ケロッグが、バトルクリークトーストコーンフレークを設立した。同社はフレークを販売し大成功を収め、1922年に、 ケロッグと解消された。1962年に100%出資の日本法人である日本ケロッグを設立した。2012年、プロクターギャンブルの食品事業撤退による売却に伴いプリングルズの商標権を取得した。同社はコーンフレーク国類加工食品製造業において世界でトップクラスの規模である。創業地であり、 現在も本社があるバトルクリークは、ケロッグの寄付金で設立されたケロッグ大学などの関連施設が多くある企業城下町であるため、シリアルシティとも呼ばれている。日本では、日本ケロッグ合同会社が展開を行っている。米国ケロッグ社が100%出資の日本法人として1962年に日本ケロッグ株式会社として設立。 翌1963年に日本オリジナルパッケージでシリアルの発売を開始。この時発売されたのはコーンフレークと砂糖でコーティングされたコーンフロストの2製品。その後15種類以上のシリアル製品を製造。コーンフレークやコーンフロスティのほかシュガーポン、ハニーポン、フルーツポン、ライスクリスピー、チョコはチョコクリスピー、玄米フレーク、 オールブラン、ブランフレークプレーン、フルーツグラノーラ、スペシャル営、コンボなどを製造。オールブランとブランフレークプレーンは、高食物繊維の特定保険用食品である。味の素ととは、日本法人を設立した当時から、販売契約を結んでいたが、2020年3月31日の契約満了をもって、総販売元契約解消が発表された。また、 P&G から買収した成形ポテトスナック、プリングルズについては、2013年1月より、森永製菓と販売契約を結んでいたが、こちらも同じく2020年3月31日で、契約解消している。2015年4月には、サントリー食品インターナショナルとの提携商品として、ケロッグの無調色フルーツグラノーラを発売した。この商品は、 サントリー食品インターナショナルの製品として扱われている。長らく紙箱で売られていたが、2018年よりアルミニウムの袋入りパッケージに変わった。など、日本ケロッグに関するカテゴリー。ありがとうございます。